小瀬沼のテントサイト、僕正直言うと8番までしか知らないんですよ。そっから先行ったことないんで、ちょっと動画に映してみますね、せっかくなんで。はい、改めましてこんにちは、カンパパです。この映像はですね、小瀬沼テントサイトの紹介動画です。以前から、紹介のご要望があったことに加えて、今後の資料にもなりますので作ってみました。あとね、正直言って僕自身も非常にこれ興味があったんですよ。ちなみにね、小瀬沼のテントサイトは、完全予約制、それと有料です。13時からチェックイン、あとはデッキ張りになってます。で、ゴミは絶対持ち帰ってくださいということでございましてね、お時間ございましたらどうぞご覧ください。はい、ここがね1番、さっきの建具だからほんと5メーターぐらいですね。はい、移りずっと行って、はい、2番、これも左ですね。で、これが4番。まあ大体ね、どこのサイトも同じぐらいの広さで、こっちが3番。6番。で、その隣が7番ですね。非常に間隔近いね。で、ここがね、おなじみ8番です。ここがね、気に入ってる理由は、この本堂からちょっと離れてるってことと、わりかしね、ここ風が弱くなるんですよ、木のおかげで。僕の G ライトだと本当に広いですね。あと2人ぐらい行けるかもしれない。で、ここがね、向かいが9。はい、でちょっと離れて、ここはすごいね、テントバキンさんになってるね。はい、これは11でしょ。で、隣が12、13と、はい、並んでます。で、奥入ったとこ、お、ここはいいね、かなりお、ここいいね、10番。おお、あ、こういうところもあるんだ、10番。あ、ここいいね、ほらこんなに離れてる。なんか大げさだけど秘密基地感が満載。あ、次10番張ろうかな、まあ空いてればね。へえ、このテントサイトは何番に張ってくださいっていう指定はないんで、どこに貼ってもいいんですよ、予約してる人はね。あとは受付済んだ人は。だから、まあ、最初2番に貼ってて、ちょっといまいちだなっていう時に5番に引っ越したって構わないし。はい、あ、ここも面白いね。今このここね、はい、ちょっと行ってみましょうか。いや、はい、ここがね、左から、15、14で、16、17で、こっちが18、19と。で、ここはね、18と19が分かれてなくて、つながってますね。だからここね、例えば4人パーティーとか5人パーティーとか、まあ、テントがね2針3針ぐらいいけるかな。
けるね。はい、でその向かい側が22、23ですね。ここもそうですね。まあ、3つぐらい行けると思う。1人から2人用のテントだと。で奥ですね、これになってくると人の気配がないですね。はい、でここがね24。これ入り方がね、ほら本線から入れなくて、こっからこう入ってるんだね。でここが24で、ここが25で、向かいが26と。うん、ここも、なんていうの、何人か複数でね、来たときは、いいかもしれないですね。夜中までワイワイやるのはダメだけどね、楽しいかもしれない。お、ここもいいんじゃない、なんか。ほら、さっきのとこから、向かいですけど、あ、ここ面白いね。こういう風になったよな。はい、ちょっとねこれ消えちゃってるけど、え、あれこれ20だ。でこっちが21、こうですね。え、21、へえ、いいね、これね。ほら、こう分岐になってるでしょ、これ。僕、分岐フェチだからさ。分岐フェチって、なんだそれ。追い分けフェチというか。これいいですね。芸術的。はい。はい、来ました。ここもね、いい感じですね。27。で、こっちが28。ここちょっとね、27は、こっちの方がね、水平取れてない。うん。ちょっと、上がっちゃってる。そこを気をつけてください。このね、ゾーンから、まだあんのかな？もうないか。なんかここら辺まで来るとさ、グリムの童話に出てくる小人とか出てきそうだよ、これ。お、もうないみたいですね。はい、こっから行くとね、そう、小淵沢の方に出るんだよ。そうそうそう。ほら。鬼怒沼までね、行く人は今めったにいないんだけど、ここずーっと行くとですね、大江湿原の方に戻れますんで、はい、ということでございました。参考になったかどうかわかんないですけどね。今の段階で、ランキングつけますと、まあ、この8番ってね、もう慣れ親しんじゃってね。で、しかもね、サイドにね、金具、どこに金具ついてるかも全部わかってるんで、もう本当に10分ぐらいでテント立っちゃうんですけど、今日新たにね、向こう行ってよかった10番サイト、あそこいいですね。あと小人が出てきそうな27番サイト、おすすめです。ありがとうございました。